宮城野区のつつじが丘公園内にある旧歩兵第四連隊弊社現在の仙台市歴史民俗資料館の建物が県の有形文化財に指定される見通しとなりましたこれはきょう開かれた県文化財保護審議会で答申されたものです旧歩兵第四連隊弊社は旧日本陸軍の弊社として1874年 明治7年頃に建築され、県内に現存する企業風建築では最古のもので最大規模です。全国的にも弊社の現存例は少なく、大変貴重ということです。木造2階建てで、安山岩の基礎より上を漆喰塗りで仕上げているほか、ガラス入りの上げ下げ窓、四隅のコーナーストーンなど、 日本と西洋の建築が融合しているということですこの建物は仙台関区警察学校として使用された後公園整備のため1970年代に一区復元され仙台市歴史民族資料館として利用されています日本の建築史を考える上でえまあ一つの 大きなあの転換期になったような時期のまあ、建築物ではないかと考えております。正式に指定されると、県内の建造物の有形文化財としては39件目となります。